ではこれからの短期集中2011年度センター数学 2B 第1問始めたいと思います。最初に来た確認したいことがあるのでちょっと黒板を見てみてください。ですね、第1問は三角関数が使われているんですけども、この関数、三角関数にはあのパターンがあるのでちょっとここに覚えておいてほしいのでと書きます。違いますね。 y イコール a sin 2乗 θ プラス b sin θ cos θ。 c cos θ ですよ。このパターンが来たらもうほぼ確実に2倍で使って変形していきます。 D sin θ プラス E sin θ プラス F、まあ、ここの段階ではもうですね、2倍角を使うわけなんですけども、そうですね、ちょっとこの方式についてちょっと確認したいと思います。覚えてますね。サイン2乗 θ イコール2分の1マイナスコサイン 2θ コサイン2乗 θ イコール2分の1プラスコサイン 2θ。 最後が2サイン 2θ コサイン 2θ。さらに石、はい、まあ、このすごい大事な場所なんで、よく覚えておいてください。でこれが来たら次にあのサインの合成をしたいと思います。こちらをまあ、y イコールといて r サインの 2θ プラスは適当な角 r プラス、まあ、こんな感じすごい重要なちょっとよく頭に入れてください。このちょっとここから左右5センチと見せておきましょうか。まあ、この手順を一応ちょっとまとめたいので書いておきますね。手順いきます。まず最初に1番、まあ、この D と E に注目してもらって、 D、E を座標平面上に取ります。
次、アルファが違いますね、X が方向が反時計の見えますね。ちょっと字ばかりですね、でかいですね。すごい重要なやつだというか覚えてます。じゃあ囲っていきます。はい。でこれを使ってちょっと問題を解いていきたいと思います。はい。で1問。最初に t に乗ってあるんですけども、ね、これ普通に公式ですね。sin θ プラスルート3 cosθ 2乗イコール sin 2乗 θ プラス2ルート3 sin θ cosθ プラス3コサインシータ2乗。はい、ここで sin 2乗プラス cos 2乗をシータイコールという公式があるんですけど、これを使って式変形をしていきます。すると 1-cos 2乗シータプラスの2ルート3シータ、3シータ3シータ、3シータ。はい、まあ、ここありました。これも整理してもらって、これで答えが出ました。はい、次にこれが出たのでさっきのここに書いてあったやつを使って式変形をしていきます。これを式変形できる公式を使って、1プラス、もうやっちゃいます、1プラス cos2 θプラスルート3の3でしプラス1。はい、これを整理して 3でしルート3 3でしプラス1になります。これが t 2乗、最初に t 2乗にするので、これを式変形にしてもらって、cos 2θ プラスルート3 sin 2θ イコール t 2乗マイナス2となります。それは y を式に代入してもらって、y イコールt 2乗マイナス
人気低いと思います。はい、これで誠が出ました。はい、次にやってもらいたいのがサイン合成の中にあります。 T が問題で与えられているので、それをサインで合成していきます。サインの1のグループ3でこうなりますね。2のこれが3分の π です。はい、ということで T イコール2サイン θ プラス3分の π となります。これも単位から書いてもこれ一発で分かりますね。次に θ の範囲を求めたいと思います。こちらの範囲ですね、いきます、消しましょう。まあ、範囲がこう与えられているわけなんですけども、マイナス2π、これが θ0、ここから両辺、すべての辺に3分の π を足してもらえば一発で答えが出ると思います。こうの θ プラス3分の π、 こうなります。これはこの取り入れる範囲をやっていくわけなんですけども、まあ、これ単位を書いたまで一発で分かりますね。はい、書いていきます。次に書いてもらってこの範囲を取っていきます。3分の π、この辺りマイナスを受け止めたらこんな感じですかね。ここは取り入れたら範囲、はい、ですので、まあ、この状態でしばらくいけるとサインがこれですね、2分のルート3、ここがマイナス2分の1ですので、ここ2倍したいわけプレイの範囲は、まあ、順番にやっていきましょうか。2分の1の3にシータプラス3分の π マイナス2分のルート3ですね。これを両方に2倍してもらって次にもこれ最小値を取り入れるわけなんですけども、こうですね、この最小値を取りたいと思います。
マイナス3になります。これ先ほど言った t の範囲は先ほど出たんですけども、マイナス1 t の中央ルートですね。はい、またグラフに書いていきます。こんな感じ。はい、すると前足がこれできます。でルート3がここに来ます。でこのパウント以外にこうなります。最初は超って言ったので、止まりますが、出ます。はい、ここで t が1を、まあ、問題になるわけなんですけど、サイン c と、c とプラス3000の π。イコール2分の1、この時に最初になります。ということはそうですね、バツ入りですね。θ プラス3分の π イコール6分の π ですね。ということで、まず θ イコールマイナス6分の π となります。よって y イコール1、T=1、すなわち θ=マイナス6分の π の時に最小値マイナス3を取ります。これが答えです。はい、というわけで、第1問の前半の部分回答を終了しました。まあ、すごい、割とまあよく出る感じの問題ですね、この年の問題は。で、まあ、割と、そんなに難しくないかなと思うので、誰でもやれば、勉強でもできると思うところなので、しっかり、この点を取っていきましょう。はい、というわけで、これで終わりたいと思います。